すごい気が出てますね。天皇皇后両陛下が佐賀にご来県と、沿道ではなんと皆さん驚愕の数字ですよ。4万7000人旗振り歓迎と、すごすぎる数字だと思いますね。まあ、それほど多くの方々が天皇皇后両陛下に敬愛を持たれている。やはり天皇皇后両陛下は国民にとって特別な存在ですね。国民の多くが敬愛や親しみを持って集まられて歓迎されているんです。長年天皇皇后両陛下は国民の苦しみに寄り添われてきて、高い敬愛で歓迎されて人気と尊敬を集められていることが自明であるんです。今まで行われてこられたご公務であられたり、行いが素晴らしかったということなんでしょう。国民とのつながりを重視されて、災害時であったりに共感する姿勢を見せられてきたわけです。特に国際的な場面で見せる親身な姿勢が国民に強い印象をもたらしたんじゃないのかなと。天皇皇后両陛下、国民との温かい関係を大切にしてくださって、これに対して帰ってきてるんですよね。恩返しの意味もあるかもしれませんけども、このように多くの観客の方が迎えられて、皇室に対する親しみや期待感の表れですよね。大勢の人々が集まって歓迎される理由の一つになってるんです。それほど国民の総意があるでしょう。素晴らしい天皇皇后両陛下の証明でもあるんです。総合開会式に合わせて天皇皇后両陛下が佐賀にご来県されましたと。秋篠宮の場合は5人ぐらいしか集まらないと思います。だってそうですもんね。秋篠宮家の場合は何人集まったとか、そもそも記事にもならないんですよ。っていうことは全然集まってないですね。とある記事だと3、40人とかそんな話ですけども、そんぐらいのレベルなんじゃないんですか。4万7000人と集まっても30何人とかですと、すごい差じゃないですか。数千倍差があるんですよね。佐賀2024年の総合開会式に全国各地から参加された選手、役員、そして開催地である佐賀県の皆さんと共に出席できることを嬉しく思いますと。5日に開かれた国民スポーツ大会の開会式にご出席された天皇皇后両陛下と、両陛下が佐賀を訪れられるのは皇太子皇太子時代に全国育樹祭に出席された2002年以来22年ぶりで、即位後は初めての訪問ですと。佐賀空港では両陛下の到着を待つ園児たちが挨拶や旗の振り方を練習。木村記者と天皇皇后両陛下のお姿を一目見ようと、沿道には多くの人が詰めかけていますと。一目見たいと思われる方はたくさんいらっしゃるんだろうなと思うですね。多くの国民が自発的に集まれて歓迎の意思を示されている。強い支持であったり尊敬の集まりなんですね。逆に秋篠宮家でこの行列ができないっていうことは、国民の間では支持であったり共感が全く得られてないんです。秋篠宮家にはこういうことはできないわけですよ。やっぱりそれは眞子さんの結婚問題とか、秋篠宮邸の改修費に対する批判の影響だと思うんです。他にも東大の問題とか、問題が山積みになってるんですね。このような批判が積み重なってるんですよ。秋篠宮家のはそういった批判を全くもって解消してこなかったんです。普通ならばやっていけないところ、皇族だからといって無理やりやっていってるんですよね。もう立ち直れない状態にあるんです。だから何をしても叩かれて批判されてしまう状況になってるんですよ。誰も集まらない。秋篠宮家の支持は弱い、薄い、低いですね。弱い、薄い、低い。まあ、しかしながら秋篠宮も一応皇族じゃないですか。お宮家じゃないですか。本来ならば天皇家をお支えする立場でもありますし、ましてや秋篠宮なんて、いわゆる皇嗣と言っていますが、宮内庁的には一部の層では皇太子なんでしょ。一応、皇嗣と皇太子は違うと思いますけども、一応、皇太子級だったらば、普通は集まると思うんですけどね。普通は、秋篠宮様とか、そんな感じになると思うんですけど、ならないんですよ。それほどまでに期待感、支持が薄い、低い、弱い。今まで秋篠宮家やってきたことは重いものだったんだなぁと、痛感してしまうんですね。これが国民の総意の表れです。行列できないのは不信感の表れですよね。裏を返せば。秋篠宮家に対しては批判であったり不信感がものすごく広がってるじゃないですか。信頼性とか支持も低下して、これが国民の総意なんですよ。秋篠宮家にはお支えするとか支持をするとか、そういう国民の総意がないです。認められてないですよ。やはり国民との信頼関係、総意を築く上では必要なんですけども、このような問題が一向に解決されておらず、税金を使われている以上は説明責任があるわけですが、その説明責任も果たされてないです。支持とか共感もあられないから、訪問時に国民が積極的に集まって歓迎する姿が見られなくなってしまうのも、これは無理のない話です。誰が行くねと。沿道では両陛下を一目見ようと多くの人たちが待ち構えて警察官から持ち物チェックなどを受けていましたと。
正午前、両陛下が佐賀空港に到着と、子供たちこんにちはと、園児たちの可愛らしい挨拶に優しい表情で手を振る両陛下と、両陛下を乗せた車は市内の中心部へと、天皇皇后両陛下が今目の前を通過されていますと、窓を開けて県民の皆さんに手を振られていますと、常に手を振られるですね。まあ、秋篠宮家ではあんまり手を振らないですけども、このお手振りも重要な要素なんと感じるです。どのタイミングでもお手振りをされるっていうことが国民への寄り添いの表れなんです。天皇皇后両陛下は国民との絆を大切にされていられるんだろうなと。お手振りはその象徴的な皇室と国民とのつながりを示す大切な交流の一環ですから、ありがたい話であって、国民の方も当然お返しをする。それで敬愛が生まれていくっていう構図です。天皇皇后両陛下が国民の声にいかに耳を傾けていらっしゃるか、国民に寄り添われているか、共に歩んでいくかっていう皇室の素晴らしい姿勢が現れてるんですよね。あとは親しみやすさもあると思うんですよ。ありがたいですし、素晴らしいですね。天皇皇后両陛下が今目の前を通過されていますと、窓を開けて県民の皆さんに手を振られていますと、両陛下は車の窓を開け、沿道に詰めかけた多くの人の歓迎の声に笑顔で答え手を振られていましたと、女性の方が皇后様を初めて見ましたのでとても嬉しく思いましたと、一目でも見たいと思われる国民の方が多くいらっしゃるんだろうなと思います。子供が小さいので来るのを迷ってたんですけど、やっぱり来てよかったなと、まあ、そういうふうに言われる方もいらっしゃる。開会式に皇后様は県のシンボルカラー佐賀シンフォニーグリーンを思わせるような薄い緑のスーツ姿でご臨席されましたと、合わせて来られる姿も素晴らしいですね。いつもそうなんですよ。天皇皇后両陛下とお色をお合わせになられて訪問なされたりするんです。そういった気遣いも寄り添いの一環になって感じます。選手の皆さんが日頃の練習の成果を十分に発揮されるとともに、お互いの友情を育んで地元佐賀県の皆さんとの交流を深められることを願っておりますと。こちらの会場では提灯奉迎式が行われていますと、たくさんの人が提灯を持って両陛下をお迎えしていますと、2000人以上と報道がありましたけども更新されてまして、この日の夜ご来県された天皇皇后両陛下を歓迎しようと企画された奉迎提灯行列と、約3500人が提灯に明かりを灯し、宿泊されるホテルへ向け歓迎の意を表すと、両陛下はそれに応えようと同じように提灯を振られていました。3500人もの人が提灯に明かりを灯したんです。すごい数だと思います。翌日は国スポのバレーを観戦されたと、同席した日本バレーボール協会の河合俊一会長にサーブについて尋ねるなど熱心に観戦されていましたと、午後にはハマーバーをご訪問と、地元の子供たちの発表に目線を合わせて話を聞いたり、天皇陛下が前の晩に飲んだという佐賀の日本酒について酒造の関係者の説明に聞き入れられてましたと。伝統文化が重んじられる姿勢ですね。天皇皇后両陛下は日本の伝統文化を広める役割もお持ちであられるです。まあ、日本酒っていう日本の伝統文化を広めることも重要です。酒造の関係者に寄り添われて広めようとされているんですね。日本としてはありがたいことです。テレビで見たよりも優しくて声をかけやすかったと。子供って正直ですから、ね、すごく参考になるんですね。テレビで見たよりも優しくて声をかけやすかったと。威厳を保ちながらも親しみやすさも持たれてる点がすごいんですね。秋篠宮はただ偉そうなだけですから、全然違うなと。すべての視察を終えて空港に到着すると、詰めかけた多くの県民の歓声に応えるように笑顔で手を振られていましたと。警察のまとめによりますと、この2日間で約4万7千人。2日で4万7千人ですよ。すごい数ですよね。沿道で両陛下を歓迎したということですと。ものすごい数だなと思いましたね。一方で、佳子さんが全日本テニス選手権を観戦されたんですけども、批判だらけですよ。これがザなわけです。秋篠宮家の次女佳子さんは7日、有明コロシアムで全日本テニス選手権の女子シングルス2回戦を観戦されたと。日本テニス協会名誉総裁の佳子さんは、貴賓席から試合を見守って白熱したラリーを見せる選手らに拍手を送られていたと。歓迎とか放迎とかそういう言葉も一切ないですし、人なんて全然集まってないんだろうな。たまたまお目にかかったレベルなんだろうなと思いますけども、途中で帰ってしまうのが当たり前なら、国が違うなら比べてはいけないけど、闘病中なのに体調が良ければ最後まで観戦して優勝者にトロフィーまで渡して帰るキャサリン妃って偉いんだなと。ファッションだけではなくこんなとこも見習えばいいのに、そう言われていたり、この方あちこちの名誉総裁になされていますが、テニスのゲーム内容も分かれず見ていてつまらないのではと、同期関係の総裁とかやられて本当関心ないのではと、何でもひっきりなしに出かけられて大変ではないですかと、周りも考えてあげたらよろしいんではないですかと
全く歓迎されてないです。これが秋篠宮家の歓迎されてなさぶりなんですね。これはやはり説明責任を満たしてこなかった秋篠宮家の責任であると思いました。以上です。それでは皆様ご一緒に近しお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ、さよなら。